買い物じゃないんかいって思っとるね。んーと、あ、そっかそっか、ホテルに案内してくれるって言ったよね。この人か。ホテルはここよ。ゆっくり休んでいくといいわ。ありがとう。なんか上に、あの人でかくね。大人、いや、そんなにでかくないか。下から見たらめっちゃでかく見えたんやけど。あら、お客さん？今日はホテルに泊まっていくの？搾りたてのミルクで作った美味しいチーズ料理が楽しめるわよ。いいな、めっちゃ美味しそう。こっから入れる？あ、入れる。はい。2階から入ったのに1階に。ホテルはここよ。ゆっくり休んでいってね。ウエスタンなホテル。くー、たまんないっす。案内してくれてありがとう、アンジー。どういたしまして。よかったら私のお店にも来てね。それじゃ、私はこれで。ありがとう。またね。そっかそっか、雑貨屋さんって言おったね。見覚えのある奴らが。何？誰？あ、ほんとや。マルザーさんとカプリンさんでウィス。あの二人も来てたにゃんね。またなんかめっちゃ話しよりよ。もしかして UFO のことで来てるのかも。聞いてみるだに。おう。てかみんな妖怪見えんくせにさ、妖怪のとこちゃんと避けて歩くよね。めっちゃ熱弁しよるね。マルザーさん、カクリーさん。君たちはどこんでも現れるね。それはこっちのセリフだ。こんなとこで何してるんですか？ああ、この村には昔から3つのミステリーがあるようでね。もしかすると今回の UFO 事件と関連しているのかもしれないんだ。ま、無駄足になる可能性もあるわけだけどね。さあ、休憩は終わり。マルダ、捜査に集中して。相変わらず厳しいな。それじゃ、ミステリーを探すつもりなら、後でまた僕のところにおいで。今じゃダメなの？三つのミステリー。なんか面白そう。俺たちもミステリーを調査しようぜ。そうだね。もしかしたらさっき会ったアンジーも何か知ってるかも。アンジーの雑貨屋に行ってみるにゃん。おう。じゃ、とりあえずアンジーに話を聞けばいいってことかな。あ、なんかあっちにも。あれ多分、あれやろ。雲外鏡やろ。起こしとこ。ほらほら。起きて起きて。見つけていただきありがとうございます。私の鏡の世界を通れば遠いところにもひとっ飛びでございます。雲外鏡が目を覚ました。この場所にワープできるようになった。ってことは、ポニーを使う必要がなくなったわけだ、これで。寂しいような。ダンシングスターを手に入れた。よし。なんかあっちの出入り口のとこにさ、誰か立っとるみたいやけど。見張りがおって向こう側には行けんということかな。お、これは？身代わり人形を手に入れた。またその辺になんか妖怪おったりせんかな。これや雑貨や。アンジー来たよ、早速。また歌いよる。歌を歌うのが好きなんかな。お店にお客さんがおらんけんって。いらっしゃい。なあ、そのメロディー俺にも教えてくれよ。教えてあげたいんだけど、ごめんね。これ、途中までしか思い出せないんだ。まあ、そういうのあるよね。思い出せない？不思議なんだけど、私以外は誰も知らないみたいで。なぜだ？それがミステリーの一つ目やね。じゃあ、いつも同じところを繰り返し歌いよるってことかな。どうしてもこの続きが思い出せないのよね。アンジーしか知らないメロディー。不思議な話ですな。そうだ。それはそうと、何か用があってきたんじゃないの？そうだった。今俺たち、この村のミステリーについて調べてるんだけど。あら？この村のミステリー？買い物じゃないんかいって思っとるね。あ、そういえば何度か、ヌーって雑誌の取材が来てたわ。雑誌も一冊だけ持ってるから、あなたたちにあげる。
お、ヌー、第9号を手に入れた。助かるよ。ありがとう、アンジー。他のミステリーについて書かれた号も、村の誰かが持ってるんじゃないかしら。よし。それじゃ、他のヌーも探しに行きますか。イエーイ。ミステリークエストに挑戦しよう。キークエストをクリアしてストーリーを進めよう。あ、それの、なんて言うん？報酬がヌーってこと？え、そんな、キークエストになりそうな人全然おらんけど。え、全くいませんけど？普通にその辺の人らに話しかけたらなるんかな。私、まだポニーに乗れないの。友達はみんなもう乗ってるのに。だから今度グランパと一緒に乗馬の練習しに行くんだ。頑張って。あ、そっか、こっちで受けるってことかな。クエスト。あ、あるね、あるね。これで。これ。これだ。あ、全然、ちょっと待って。ん？これ？この三つか。じゃあ、荒野の町、フルーツミルクが取れる牛。荒野の町、ウォルナービレッジにはいくつもの不思議な現象がある。なんと、この町にはフルーツ味の牛乳を出す牛がいるというが、このクエストの目的地ナビを行いますか。ほい。ナビを開始しました。目的地を目指そう。この町の中で解決するってことか、これは。え、全然思いっきり外出るじゃん。あ、違う、雑貨屋？また雑貨屋？へいへい。また帰ってきたよ。アンジー、アンジーにもらったヌーなんだけど、奇跡のフルーツミルク牛って一体何なの？ああ、フルーツミルク牛ね。この村で飼育されている牛からは、6種のフルーツ味のミルク、フルーツミルクが取れるのよ。え、どの牛からも？嘘。え、牛からフルーツ味のミルクが？日替わりで様々な味が楽しめるから、村の名産にもなってるの。どういう体の仕組み？それは確かにミステリーだりんね。よし、ケータ、その牛見に行ってみようぜ。そうだね。ミステリー、フルーツミルクが取れる牛発生。クエストメニューを確認しよう。その牛を見に。牛小屋とかあったっけ？あっちの方か。おっと、ごめんね、おばちゃん。お、あの場所に、あ、ちょっと待って、これ。さよなら天使ちゃんを手に入れた。さよなら天使ちゃんか。こいつらか。お。今日は何味かな？あ、今日はいちご味のミルクだ。え、いいやん、いいやん、いちごオレってことやろ。牛からいちご味のミルクが？そうだよ。この牛さんからはフルーツ味のミルクが出るんだよ。お兄ちゃんたちも飲む？フルーツ牛乳を手に入れた。すげえな。くんくん。確かにフルーティーな香りがしますな。明日はメロンがいいな。ブドウミルクがいいよ。ブドウミルクって。私フルーツミルクってさ、なんかミックスオレ的な感じかと思った。一つの種類なんやね。果物。どうやら牛からフルーツミルクが出るというのは本当のようだにね。それではこのミステリーの真相を暴くべく、手がかりを集めるとしましょう。お、ん？これは手がかり？別のやつかな、もしや。なんか別な気がするけん矢印の方行こっと。あっちにもなんか矢印あるな。こっちから先にしとこっか。フルーツミルクについて何か知っていることはありませんか？いや、君もこの村の名産、フルーツミルクに夢中なんだね。そんな君にいいことを教えてあげよう。朝一番採れたフルーツミルクは濃厚でフルーティー、絶品なんだ。朝に採れたものの方がフルーティーなんですか？そうだとも。なんかオーキド博士みたいな声やね。フルーツのフレーバーは深夜から早朝の間に濃くなっていき、それはそれは美味しいフルーツミルクになるんだよ。不思議な話だろ。フルーツミルクが取れる牛、手がかり、ミルクおじさんの証言をつかんだ。確かに不思議でうし。
深夜に誰かが仕込んでるとしか。仕込むって誰がどうやって仕込んでるにゃん。だって体内よね。それは分かりませんが、また謎が深まっただけじゃないか。じゃあもう一個、こっちの方が近いか。やっぱりこの子じゃないか。ちょい離させて。ママ、牛さんの周りにね、猫ちゃんいっぱいいるんだよ。この子ったら、またそんなこと言って。どうしたんですか？この子がね、猫を見るっていうの。この村に猫なんていないはずなのに。どういうこと？あ、初めて見る猫ちゃんだ。この子、俺っちが見えるにゃん？なるほど、妖怪が見えるというわけですな。ねえ、前に見た猫ってどんな猫だったか覚えてる？猫がたくさんいるってことは、にゃん系の妖怪がいっぱい牛の周りにおるってこと？ねえ、いろんな色の猫ちゃんだよ。フルーツミルクが取れる牛。手がかり、妖怪が見える子の証言をつかんだ。いろんな色の猫。なるほど。これは気になる情報ですね。なるほど、なんとなく分かったような気がする。その子たちは仲間になってくれるんかな。それはないんかな。あ、また雑貨屋に戻るやん。行ったり来たりやね。アンジー。アンジー、フルーツミルクのことで他に何か知ってることはない？この村のミルクは美味しいってことくらいかな。そっか。そういえば、アンジーって背が高いよね。やっぱミルクを飲んでるから？そうね。私が大きくなったのも、このミルクのおかげかも。でも私実は、小さい頃はミルクが苦手だったんだ。そうなの？ええ。でも牛がフルーツミルクを出すようになって毎日飲んでたら、だんだんミルクも飲めるようになって、今ではミルクは大好物ってわけ。それってミルクが大好物ってことなんかな？それとは違う気がするけど。フルーツミルクが出るようになったのは、アンジーが小さかった頃ってこと？アンジーのためにってことかな。それまでは確かに普通のミルクだった？そうなんだ。フルーツミルクが取れる石。手がかり、アンジーの証言をつかんだ。この話、ミステリーとなんか関係あるのか？さあさあ、皆さん。フルーツミルク石の手がかりを探しに行きますよ。手がかりまだあるん？三つとも集まったよ。よーし。じゃ、一旦情報整理しようぜ。手に入れた情報は、アンジーが小さい頃に牛からフルーツミルクが出始めた。朝取れたミルクの方がフルーティー。牛の周りでいないはずの猫の集団を見る。ってことだにね。アンジーの情報はさておき、気になるのは、ミルクがフルーティーになる時間帯。この間にきっと何かが起きているはず。深夜から早朝の間に牛を見に行けば何かわかるかもしれないですね。夜明け前にもう一度牛を見に行ってみよう。ということは、村の牧場で夜明け前に待ち伏せ。にゃん系妖怪がきっとどっさり出てくるはず。じゃあどうすればいいんかな。一旦ホテルで寝ればいいってことかな。寝れるよね。ホテル。部屋空いてなくね？あ、なんかめっちゃ話しよるけど。君たち、ミステリーは順調に解明できているかい？それが、情報が少なすぎて。そういうことなら、ヌーという雑誌は知ってるかい？ヌーすか？私読んでます。おや、君も好きなのかい？実は僕も愛読していてね。愛好家仲間に会えて嬉しいよ。記念にこれをあげよう。おう、ヌー第4号を手に入れた。ありがとうございます。特集、峡谷の人面岩。ここに来るまでの荒野に人の顔をした岩を見なかったかい？全然知らん。どうやらこの村では顔面ロックと呼ばれているようだね。人面岩そのまんまじゃねえか。顔面ロック、なんかかっこいいっす。その顔面ロックがたまに表情を変えるのだそうだ。本当に？本当かどうかは君自身に確かめてみるといい。行きますよ。顔面ロックですか。見に行ってみましょう。お、
ミステリー、泣いて笑って怒る岩発生。クエストメニューを確認しよう。いやでも一応今はまだ終わってないけんね。あ、でもそっか、夜明け前やけん時間潰せばいいんか。でも一旦寝てから時間潰した方が多分。あ、下の部屋と別？あれは上の部屋が表示されとるだけか。じゃとりあえず寝たいんだけど、寝させて。ハロー、ホテルアウトローよ。お疲れだったらぜひ泊まっていってね。泊まりたいんだけど。あの、おめでとう、あなたで10人目よ。え、何が10人目かって？そんなの決まってるじゃない。ジャポンからはるばるこのホテルを訪れたお客さんの数よ。あなたラッキーボーイね。はい、こちらは10人達成のお祝いよ。宝の地図、迷いの森のトンネルを手に入れた。ノランポニー峡谷の人面岩は見た？誰の顔か知らないけど、ビッグよね。いや、そんなことはいいんだけどさ。休ませていただけないかな。ここは、バーか。え、休めます？休みたいんですが、寝かせていただけないでしょうか。あ、寝れるもしや。え、なんか人のあ、下か、あれ。紛らわしい。誰か座っとる。え、あの部屋空いとるのに泊まれんの？ね、泊まりたいんやけど、泊まれんや。まあいいや、じゃあ次のクエストの方先にやっとこっか。それで時間を潰しながら。これか。古いナビを取り消してこのクエストの目的地ナビを行います。泣いて笑って怒る岩。荒野の町、オルナービレッジにはいくつもの不思議な現象がある。なんと荒野にある顔の形、ん？荒野にある顔の形の岩が時折表情を変えるらしい。荒野にある顔の形の岩ね。ノランポニー峡谷の顔面ロックに行こう。ナビを開始しました。目的地を目指そう。ほいほい。じゃあとりあえずこれ見に行こう。ここの地図見にくいな。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。